テレビ画面でできるっていうのは画期的ですね。前一回ね、ワンダースワンの実機でやったことありましたけど、テレビ画面でやるのは初めてですね。これね、バンダイが制作した、あれですよね。魔界村なんですよ。ノーマルでいいか。残機さ、最初から狂気になってるね、デフォルトで。ニューゲーム。こんな感じなんですよ。すげえやりやすいなぁ。ワンダースワンでプレイするのと全然違う。なんで土の中にっていうか、地形の中にこいつがおるねんって感じ。あー、これやってもうた。あー、鎧じゃなかった。あー、やばい。最初からか。うわ、このリフトフェイントしよるなぁ。めっちゃ難しいやんか。さっきもここで食らった気がするけど。あぶね。ほらほら、フェイントっていうかね、前まで来るときと来ないときのパターンがあるんですよね。ああ、交代になってんのか。これ来ないよな。このとき来るよね。あぶね。うわ、プチデビルでやられた。いや、むずいわ。これね、またクイックセーブしようか。同じとこで何回もやられてるから。もう同じところ何回もやるの嫌なんでね。イライラしてね、ぶち切れる可能性高いんで、それね。あまり同じとこ何回もやるってことになるわね。クイックセーブした方がいいですね。気が短いんですよ。
我慢強くないんでね。過去にそれでコントローラー壊したりしたことあるんでね。あ、これもいいですね、この武器ね。あー、剣か。これはよろしくない。うわ、これやばいな。こんな武器で進めるわけないやん。なんじゃ厳しいで、俺。ここ探検かと思って撮ったんですけどね。剣やったんや。これだったらリスタートした方がいいです。はい。ああ。これでいいのか、はい。これ、ちょっとごめん。イージーにしたい。はい。ちょっとね、コンティニューはできないよ。最初からやろ。PSP 版のなんか極魔界村の絵柄にちょっとなんか似てる気がするんですよね、なんとなく。ああ、しまった。いきなり敵おるんかいよ、きつくやな。一応ここでクイックセーブするか。一応半分まで来てるから。超魔界村にも出てきましたね、あの狼みたいなやつ。ここどうやって行くんや。二段ジャンプもできないし、どうやって行くんや、これ。あ、ここ乗れんのか。あ、ボスや。ボスやん。当てんのこれ。あ、おでこか。おでこに当てんのか。あ、倒した。フランケンみたいなやつが一面にボスで。一面クリアしましたね、やっと。はい、ちょっとセーブしとこうか。あ、ちょっと待って。今の鎧状態やのになんで鎧出てきたんや。強力な鎧かな、今の。あれとあればできた。あ、斧、あ、斧や。斧取ってもうた、おい。
ょっと待って。これはね、ロードの方がいい。あんなボケ取ったらどうしようもなくなるわ。ああ、しまった。赤んぼうなってもだ。あ、探検。これはいいな。セーブしよう。セーブ。セーブね。はい。絶対この武器が一番いいと思う。あー、しまった。倒した。あ、こんなん取ったらあかん。お、帽子や。何あの帽子。レッドアリも音出てたやん。うわ、まあ、魚類が出てるからよかったけど。うわ、てか急に出るな、これ敵が。うわ、避けられるわけないやろ、そんなもん。あー、これ取ったらあかん。やばいな、どうしようこれ。あー、取ってもうた。ロード。もうロードやね。いや、クイックセーブがあって助かるわ。なかったらきついで、これ。もう武器取って、変な武器取ってもうたらリセットになってまうからね、実際には。すいません。今日はこれでね、終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はこちらね、ワンダースワンをね、やっていきたいと思いますね。今、つけてるゲームはですね、ワンダースワン版のね、魔界村になりますね。はい。こちらね、今日やっていきたいと思います。少々ね、ちょっと見づらい部分もあると思いますけども、よろしくお願いします。魔界村です。はい。魔界村4ワンダースワンですね。このゲームはね、カプコンに承諾を得てね、バンダイが開発したね、バンダイ版の魔界村になってますね。はい。ちょっと見づらいかもしれないですけどね。やっていきたいと思いますね。オプションがノーマル、イージー、ノーマル、ハード。イージーでやらせてもらいますね。ちょっと、ただでさえ魔界村ってね、難しいのゲームなんでね。で、残機、おお、残機めっちゃ増やせる。9機までできるやん。ね。はい。で、あとは、コンティニュー。コンティニューってやったらどうなるのこれ。セーブ、ポイントからできるのこれ。あ、これセーブできるのこのゲーム。最初からでも やった方がいいんですけどね。これ途中の面ですよね、これ。最初からじゃないやな、これ。コンテニューでやっちゃったから。最初からやりたいな。ちょっと一回リセットをしましょう。はい、すいません。ちょっとね、もう一回最初からやります。はい。で、ニューゲームね。はい。ゲームこうなるんですね。あれ、音楽流れてないな、これ。
あ、流れた流れた。これさらわれるんだね。相変わらずですよ、このパターンは。はいはい。はい。あ、そうだね。あ、これさっきと同じやん。ね。そうか。じゃあ、セーブできてなかったのか。結局これセットしなくても、これが最初からやったんやね。ですよね、超魔界村のあのゾンビみたいなも感じですね。あのこの墓から出てくるところがね、超魔界村のゾンビと似てますね。おっとやばい。でもワンダースワンってね、意外と操作性いいんですね。それにびっくりしましたね。意外とね、操作性悪く、結構いいんですよ。やばいやばい、やばい、やばい。これね、あー、食らった。やばい、あー、死んだ。骨になっちゃったな。操作性はいいけど、難易度は高いね。やっぱさすが魔界村だけあって。これいくらでも敵出てくるからな、これ切りないんですよね。もうパッ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 進まないとね、ずっと出てくるんでね。ああ、めっちゃ近いところにいた、今。危なかったな。よし、倒した。おお、ああ、そういうことか。あれやな。あの、空飛ぶやつね。ウッディピックやったかな。危ねえ。これなんか武器投げる音がボン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 ってなってるな。これこれ、あ、リフトか。リフト乗って、あー、しまった。思いっきり針の上に乗ってた今。また最初からか。やばいやばいやばい。このゾンビのキリのなさ、相変わらずですね。本当にね、パッパッパッパ進まないとどんどん出てくるんでね。うわっと、やばい。やばいやばい、あーやばい、あー、くそ、当たってもた。こいつも出てくるしな。下降りた方がいいのかな。下の方がまだいいかもしれんな、上行くよりは。なんか一瞬スローになったけど今。やばいやばい。よし、これリフトに乗らないかんねんな、うまいこと。よし、よし、あー、しまった。なんで垂直ジャンプしてん今。また最初からこれ。できないのがめんどくさくてしょうがない。出てきた時点でもう倒すしかないからな。あー、しまった、まだこれあった。これな、あれですよね。なんていうのかな。しゃがんだりできないからな。しかもこれ狙いをね、こう定めるのが結構難しいんですよね。ジャンプもね、これ加減できないんで、ジャンプの大きさをね。だから、
それだけね、難易度が高いんですよ。ジャンプの大きさ加減できないっていうのはきついな。その武器を当てる時の狙いも難しくなってくるんで、そうなるとね。おっと、あーがん、くそー、やっぱ食らうな。あ、死んだ。まあ音楽は相変わらずですね、このおなじみの曲ね。やばい、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 やばいと。ああ、あかん、食らうなー。どうしても食らうなー。あかん、これは、今のは、これね、しゃがめないんですよね。しゃがめ落ちできないからなー。相手来たら逃げるしかないんですよね。まあ、このワンダースワン版の魔界村は結構なんか、あれですよね。あんまり知られてないというかね。幻の作品って感じがしますよね。カプコンかな、じゃないからな。バンダイですからね。だから、魔界村と大魔界村と超魔界村とね、あと、PSP 版のね、激魔界村っていうのがありますけどね。それはね、結構みんな知ってると思うんですけど、これはね、知らない人多いですよね。あ、スローになった。スローになったね。やばい、やっぱ死んだ。あー、死んでないわ。当たってなかったよね、今ね。あー、しまった。ないんやね。同じとこばっかりやってるな。一面でこの難易度か。操作性はいいんですけどね、ちょっとこのジャンプが加減できないとかしゃがめないっていうのがな、きついな。それだけでもすげえ難易度上がるよな。多分それが原因ですよね。しゃがめないとジャンプが加減ができないのがね。で、真上にも打てないんですよね、これ。あぶね。これね、あ、しゃがめるやん。あ、しゃがめるわ。しゃがめるやん。あ、死んだ。これでしゃがめるね。しゃがめるけど、ジャンプの加減ができないのがちょっときついな。あ、やばいやばい。またこれ、チェックポイントまでが長いっつうかね。ああ、また武器投げてきやがった。敵が、なんかね、敵も強いしな。ああ、しまった。あかんなー。これ、コンティニューって最初からやもんな、結局。同じやもんな。9機全部なんか死んだんやね。残機の、うん。ちょっとこれね、同じと面何回もちょっとね、やっててもまあ、しょうがないんでね。これでゲームオーバーになったら終わりにしますね。はい。さすがにね。こんな同じとこ何回もやってもしょうがないね。せめて1面ぐらいクリアしたいんやけどな。倒せた。あー、隠れてやがったこいつ。せめてここは越えたいよな。あー、フェイントしよるんやな、このリフト。やらしいな。こっちに来ると 思わせて来ないっていうね。フェイント、リフトがフェイントするか、おい。ただね、リフトってね、パターン決まってるんですけど、アクションゲームのリフトって動きがね。フェイントするリフトがあるなんてな、せこいすぎるやろ。
やばいやばい。これな、出てきたやつを出て倒すしかないっていうのかな。逃げれないんですよね。無視ができないっていうかね、無視したいんですけどね。うわっと、またできた。ほら、次々出てくるんですよね。じっとしてたら、これ。そこは超魔界村のね、ゾンビと同じですよね。あ、おー、あー、くそ。今、避けれたと思ったら食らっとるやん、結局、おい。せめて半分は行きたいなぁ。やっとっと。あー、くそ。やっぱ難しい。これね、大魔界村よりも超魔界村よりもね、普通の魔界村よりも難しいと思うな、俺は。なんかね、むずいんですよ。ジャンプに加減ができないというのはきついな、これ。こんな激ムズだったらね、ジャンプの加減できないとね、厳しいですよ。やばい、やばい、やばい。このウッディピックが強いんですよね、雑魚でもね、とにかく。ここでいつもソロになるな。よしよし。あー、食らうな。ここですよ、問題は。あー、またフェイントや、もう。来ると思ったところでね、引き下がりおるからね。これね、予想外の難しさやぞ、これ。このリフトが一番鬼門かもしれんな。おっと、またほらほらほら来るからさ、次々来るからね、これ。立ち止まってたら。ここなんかね、無視したいんですけどね、俺としては。ほらほら、つぶつぶ来るからさ、うじゃうじゃ湧いてきよるから、ほらほらほら、進めないんですよね。あぶね。これ一面でも相当難易度高いな。せめてね、さあ、このね、あれですよね、このフェイントリフトですよ、これ。よし、来た。よし、やっといけた。やっとここまでいけた。あー、でも死んだ。どっからや。また最初からか、おい。せっかくいけたのに。あ、でももうちょっと先進んだら多分半分やったんちゃうかなって気がするんやけどね。あんな無視できないな、こいつら。あかんな、ここで裸になってるじゃいかんな。あー、やばいやばいやばい、来る来る来る。あー、危ねえ。これ下に、下から行くのは正解やな、やっぱりな。よし。このフェイントのリフトですね。あー、また、くそ、そっちから来るか、おい。もう何機ぐらいなんかわからんぞ、残り。あー、あかん。くそ、ここで裸になってるよ、じゃいかんなー。これね、多分ね、落ち着いていけばね、ここは簡単なんですけどね、先進みたい気持ちが強くてね、雑なプレイになるんですよね。それが原因ですよね。ここは簡単なんですよ、もうね。でもね、雑なプレイになってるからね、やられるんですよ。ここだけなんかスローになるな、いつも。さあ、ここですよ。これ鳥も来よるからな。これ多分ね、1回目2回目のあれによってほら、
あるんですね。2回目の時に問えばいいんですね。あーもうなんだよもう。あかんなこれ。一面クリアはちょっと程遠いな。多分厳しいぞ、一面クリアするの。これね、相当ね、難しいと思います。これは、向かい村よりもね、大向かい村よりも超向かい村よりも難しいですよ、これ。あーあかん。まあ、慣れてないのもありますけどね。だってね、魔界村と超魔界村と普通の魔界村だと、こんなやってたらもう一面クリアしてますよ、とっくにね。とっくにクリアしてますよ、もうね。あかんあかんあかん。ダメだ、こりゃ。ちょっとね、手こずれすぎですよ。なんかね、操作すればいいんですけどね、やっぱジャンプ力がね、ジャンプがね、加減できないっていうのは大きいかもしれんな。ジャンプが加減できないアクションゲームってね、難易度めっちゃ高いんですよ。悪魔城ドラキュラでもあるんですけどね、ジャンプが加減できないね、ゲームがあるんですけどね、激ムズなんですよね。あかん、くそ、これ、ジャンプがね、加減できないだけにはね、こう、対処しきれないんですよ。あ、今度は無理や。これは無理やわ。あと何機あるのかわからんね、これ。一応まあね、9機に設定してるからね、18機使い切ったら終わりってことですね。18機やってもクリアできないってね、一面が。どんな激ムズやねんって感じやな。でもそろそろだな。多分そろそろ最後っぽい気がするな。もう相当死んでるからね。じれったいねこいつらも相手するの。時間かかってるからもう。あーかん、こんなん避けられへんわ。あんな早すぎるやろ。ここでスローになるんですよね、なんかいつも。敵がいっぱいいるから。さあ、ここですよ、問題の。これ、2回目はね、引き下がりようあるから、1回目の時にね、この時に行かなきゃいけないんですよね。で、ここで飛ぶと。危ねえ。これで多分半分ぐらい行ったかな、多分。ここ半分と思うんですよね。あー死んだ。あーここでゲームオーバーか。ダメだ、もうこれお手上げですね。無理ですわ、これちょっと難しすぎますわ。これコンテナどっからなる、これ。あー、こっからや。こっからやったらちょっとやろうか。こっからやったら やった方がいいな。せっかくここまで来たから。あかん、強い。うわ、もういきなりかいよ、これ、むっちゃ難しいぞ、一面。ほら、もう一瞬で死んでるからね。あかん。この狼強すぎるな。あ、これ魔術師や。あかん。うわ、むずい、これ。あかん、もういきなりか、おい。終わった。いや、これ激ムズやで、一面で、これで一面ですよ。しかもイージーでやってますからね、僕ね。これ、どうすんのやろな、これ。あー、倒せた。あー、これジャンプやな。
あー、なんや、なんで乗れなかった今。これジャンプしてくるんか。あ、倒せた。で、これね、この、あー、まだ、くそ、こいつら、難しいなぁ、ほんまにゃ。だんだん腹立ってきたわ、もう。ちょっとね、ストレスがね、こう、さすがにね、溜まってくるとね、ちょっとやばくなってくるんで、あ、ボスか、やっと。学ラン剣っぽいなぁ。これ、ジャンプ加減できないから難しいねんなぁ。地面こんな死ぬゲームある？ああもう、あーあかん、ああもういきなりかよ、もういきなりね敵が襲ってくるっていうのはねありえないですよ。スタート地点から敵出てくるっていうのはねちょっとさすがに、ね、鬼すぎますよ。うん、さすがにあのカプコンの魔界村でもそこまではしなかったからな。スタート点からいきなりね敵出てくるっていうのはちょっと反則ですよね。あかん、これは無理だわ。ちょっとね普通の難易度じゃないわ、反則的な難易度やわ。もうちょっとね、ソフトにつやらんとね、ちょっとこれは厳しすぎるやろ。敵がね、結構多いし。ジャンプの加減ができないっていうのがどういうことやね。やばいやばい、あぶね。あ、なんか変なカエルみたいなできた。これ倒せないのか。これ当たってんのかな。当たってんのかもわからんねんけど。当たってないのか。おー、倒した。やっとクリアした、俺。クリアしましたね、一面ね。難しかったな、この面。何機死んだんやろ。これ二面ですね、多分ね。あ、なんか大魔界村みたいな感じやね、面が。この死神の雑魚出てくるから。お、なんやこいつ、でかいやつができた。なんか雨降ってるな、この目。なんかあまり敵出ないね、この面ね。敵が少ないっつうかね。登るのか。降りていいのか。降りていいよね。あ、行き止まりや。これ迷路がな、迷路になってんねんな。迷路みたいになってる。あ、レッドアリマーや。レッドアリマーできた。とうとう。ああ。これ倒せなあかんのかな。ああ、死んだ。ゲームオーバーや。これセーブできるかな。セーブがあったもんね。
あ、コンティニューになってるな。セーブポイントまで行ってないってことか、これ。まあいいや。今回じゃあこれでね。まあいいかな。と、一面クリアできたから、まあいいや。はい。じゃあこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。